笹津橋は岐阜県を源流とし、富山県富山市を南北に流れる神通川に架か,かる歩行者、自転車専用橋。1941年7月に車道橋として供用開始され、後に国道41号の橋となった四代目の橋であり、国の登録有形文化財に登録されている。なお、本校では関連事項として、 笹津橋に代わり新たな国道41号の道路橋として架けられた新笹津橋についても説明する。神通川の流れが飛田山脈から伸びるオネッソから富山平野へと移り変わる峡谷の入り口に架かる長さ85メートル、福音6.5メートルの橋である。1981年までは国道41号の一部であり、片側1車線の車道橋であった。 設計者は、当時の土木技師で、後の旧建設小道路局長、議官を務めた、高野勤である。1981年、この橋の上流側すぐ脇にほぼ並行して、初代笹津橋から数えると5代目となる国道41号の新笹津橋が開通したことにより、笹津橋は、車道橋の役目を新橋に譲ったが、撤去はされず、歩行者、 自転車専用の橋として残ることとなった。その後、戦前の橋として現存する橋では島町が2番目に大きいこと、橋は県庭公園、上通橋県庭公園の入り口あり、その自然豊かな渓谷の景観にマッチした躍動感あるデザインであること、長きにわたり、富山と日田中京地方を結ぶ橋として、産業や交流に寄与したことが認められ、 2000年2月15日に、富山県の橋梁としては桜橋に次いで、国の登録有形文化財に登録された。また、日本の近代土木遺産2800選に選ばれているほか、2009年には、と、山の文化財100選に選定されている。二代目笹津橋江戸時代より越中と日田地方を結ぶ、主要街道であり、売り街道とも言われる、日田街道は、 神津川の流れに沿って設けられており、初代笹津橋は、明治に入り、富山と飛騨地方との交流、交易の促進を目的に、富山県霊国中成分の命により、50軒の川幅に1884年に着工し、1886年12月に、長さ109メートルの木造橋として完成した。これに伴い街道幅も1軒から3軒に、拡幅した。 しかしこの木造橋は急流である神通川の激しい流れに耐えきれず橋脚が傾き約一年で通行できなくなった。これは寒さ厳しい冬場にコンクリートの橋脚を作ったため水が凍ってセメントとの化学反応がうまく進行せず堅固な橋脚ができなかったためであった。なおこれにより県知事の国重成分と知事を補佐する初期官であった滝義弘が 当時の内閣総理大臣である伊藤博文に身体伺いを出しており、国重成分は報酬停止3ヶ月の処分を受けた。二代目は佐藤工業創業者である佐藤助九郎が1890年5月に死費を当時建設することを富山県に願い出て1891年10月に着工、1892年12月に完成した木。 鉄混合のトラス橋で長さ55軒、幅3軒3尺で有料橋として人6輪、馬5000の通行量を徴収した。しかしこの橋により物資、文化交流が盛んになったことから通行量が激増し、老朽化が早く進み、明治末期には使用できなくなった。三代目は県により1912年に完成した。 鋼鉄製の吊り橋で長さ85.0メートル、福音6.0メートルであった。1931年には大修繕を施したが、老朽化により1935年頃よりトラック等の重量通行制限を行っていた。4代目で現在も残る橋は1941年に3代目の約40メートル上流に作られた。その後、 1953年5月18日に二級国道155号、名古屋と山線の1959年4月1日には一級国道41号の橋となった。メラミン式鉄骨コンクリートによるウェジ、式固定アーチ橋、長さ85.0メートル、福音6.5メートル、車道福音6.0メートル、景観65.0メートル、川景観。 各11.0メートルで、戦前の橋として現存する橋では主間が2番目に大きい。設計荷重は、自動車、荷重12トンで、建設当時すでに戦時下であったため、戦車が通過できる強度に設計されたと言われている。また、笹津橋は、日田、井の谷川から、富山市街地方面へ車で走行すると、橋直前に急カーブを描き橋に侵入することとなり、 曲がりきれずに神通川に転落する大事故が幾度か起こっていた。そこで新笹津橋は安全性を考慮し橋自体にカーブを設けるなどの対策をとっている。四代目笹津橋に代わり、1981年に完成した新たな国道41号の車道片側1車線の橋で、この地に架かる橋としては、初代から数えて五代目となる鋼ソリッドリブアーチ橋である。 両岸に道路を神津川に対して斜めに交わらせ、さらに橋自体に緩いカーブを設けることで安全性を高めており、そのため橋長は125.0メートルと笹津橋より長くなった。なお福音は9.5メートル、車道福音7.0メートルである。ありがとうございます。